神ゲームが爆誕。もはやこれだけ買えばいいじゃん。安くてかっこよくおしゃれな新宿のデニムを紹介していくぜスペシャル。どうも皆さんこんにちは、ゲンジです。ということで、ユニクロデニム優秀なことは、ね、皆さんご存知だと思うんですが、シルエットとか色味が結構普通だな、もしくは未だに細いデニムリリースしてるんですかみたいな時もあるじゃないですか。でそんな時にだいたいワイドフィットジーンズとかユニクロ U で絶妙な緩やかなデニムとかリリースされて話題になって結構速乾を繰り返すみたいなこともあるじゃないですか。今回素材とかに関しては至って普通っちゃ普通なんですが、シルエットがねめちゃくちゃ綺麗で、かつ今僕らが欲しいシルエットのデニムだったので、これはねもう今すぐにでも紹介しなきゃ。そんなことでカメラ回させていただいてる次第でございます。皆さんご安心ください。僕のチャンネルでたまにレディースのユニクロのパンツ紹介するんですよ。シルエットが綺麗だったり素材がめちゃくちゃ優秀だからなんですけど、中にはレディースのパンツってウエストちょっとな合わないんだよな、サイズちょっとな合わないんだよなっていう方いらっしゃると思うんですが、今回のデニムレディースなんですが、僕結構ウエスト細いんですけども、そんな僕が履いたらベルトでしっかり締めなきゃいけないぐらいに結構緩やかに履きます。あとはレディースのパンツあるんですけど、男性特有のおちんちんがないので股上が浅いパンツが多いんですね。ここが浅い、そうするのって足を長く見せるレディースのパンツいろいろあるんですけども、ただこのパンツに関しては股上が深いんですよ。なのでレディースのユニクロのパンツシルエット綺麗だから買ったけど、なんかここら辺浅いんだよな、履きづらいんだよな、歩きづらいんだよなって思う方でも余裕持って履きます。で同時にシルエットが綺麗なんでめっちゃいいじゃん。さらにユニクロ U とかユニクロ C とかプラス A とかじゃないんですよ。インラインなので結構数も多く生産されているし、金額も1000円2000円コラボシリーズに比べたら安いです。金額後ほど紹介します。そんな紙デニムを2色購入してきたので、ぜひですね今回の動画最後までご覧いただければ幸いでございます。このチャンネルはメンズファッション中心にほぼ集団投稿していまして、ファッションを感覚ではなくロジカルに解説し、ファッション初心者の方からファッションクロートの方まで全員が分かりやすく有益な情報を吸収できるチャンネルとなっております。普段の購入ではこんな感じや、さらにはこんな感じでございます。少しでも参考になったらいいなと思っていただけたら、ぜひ高評価、チャンネル登録、そしてコメントなどよろしくお願いいたします。では早速いってみよう。ということで、ユニクロの久しぶりにこれはいいなと思ったデニムを紹介したいと思います。で履く前に素材とか厚みに関してなんですけど、だいたい12オンスぐらいで、厚くもなく薄くもない、夏に結構活躍してくれるような厚さですね。結構今カジュアルトレンドがあって、デニムの厚さに関してもちょっと分厚い方がいいよねみたいな感じでいろんなブランドさんも提案してるんですが、そこを逆をつくようなユニクロらしい素材の厚みかなというふうに思います。あとは加工感に関してもインディゴの方はワンウォッシュかけていて暗すぎないネイビーで、グレーの方に関してはもう本当にヴィンテージ感あふれる綺麗なね加工がされていて、なおかつ後ほど履いた時により分かりやすいと思うんですけども、真ん中にねちょっとこうスラックスミするようなセンタープレスを彷彿させるような一本ね加工を入れてるんですよね。でこれって古着にもよく出るラインで、古着は膝上ぐらいからガツンとずーっと一本の線が引かれること多いんですけども、それをイメージしてやっちゃうと履きづらいので、膝下から一本前と後ろに入れてるので、そこもね意識しながら作ってることが伺えます。なんですが店頭で僕買ったんですけども、物によってこの線が出てないものと強く出すぎてるものと結構ねアイテムによってあるないがあったので、このデニムにおいて最も重要なポイントじゃないので気にしないよって方もいらっしゃると思うんですが、オンラインで買う方はそこにぜひ注意していただいて、この線が入ってるのがいいんだという場合は、もし線が入ってないタイプのものが来たら交換してもらうのも一つの手なんじゃないかなと思いました。安全なのは店頭で買うことですよね。インディゴに関してはもう俺が買ったやつ入ってない、グレーのみだから分かんない、あまりにも入ってないから多分グレーのみなんだと思います。多分サイトもグレーだけは一つのページとして別でね販売されていて、その他の色味に関しては同じ場所で販売されてたので、やっぱりこのグレーのデニムだけちょっと加工感が違うからこそ、同じ名前だけど同じシルエットだけど違うページで販売してるので、それ気をつけてみてください。まあ安全なのは下の概要欄に正しいリンク載せとくので、ぜひそちらから飛んでみてください。で下の概要欄には僕が今ね着用している ZOZO タウンで4950円で買えるウィムの紙ニットスキッパーも掲載してありますので、で気になった方はこんな感じのコーディネートや、さらにこんな感じのコーディネートで使えるアイテムとなったので、そちらも合わせてチェックしてみてください。では早速着ていきたいと思います。それではこちら
はい、ということで履いてみました。いかがでしょうか。めっちゃシルエット綺麗じゃないですか。普段ね、このチャンネル視聴してくださっている方はこのデニムのね、このシルエットの綺麗さ、そして良さ、ご理解いただけてると思うんですが、中にはちょっと太くないって思った方もいらっしゃると思うんですけども、そんな方は多分スキニーパンツとか細身のパンツを普段から履かれる方多いと思うんですよ。もし今ね、この2024年もしくは2025年にたくさんの方からおしゃれに思われる購入としたいんだという場合は、パンツは絶対的にちょっとダボついた太いシルエットがおすすめです。というのも今空前のカジュアルトレンドが来ていて、僕もね昔こんな感じや、さらにはこんな感じで黒スキニーを履いていたし、黒スキニー愛好家だったんですけども、ただ時代とともに価値観がアップデートしていく中で、確かにスタイルがよく見えるのは黒スキニーの方なんですが、ただ世の中のイメージとして黒スキニーイコールちょっと時代遅れっていうレッテルが今はどうしてもついているし、さらには黒スキニーイコール空気調のキャッチさんのような印象を持たれやすくなってしまうんですね。イコールオラオラとしているやんちゃなお兄ちゃんっぽく見えてしまうわけですよ。もちろん歌舞伎町のキャッチの方が全員悪いかとそういうわけではないんですけども、ただ今はちょっと緩やかなワイのシルエットのボトムの方が、もちろんね同性のメンズだけではなくて異性の女性からもかっこよく見られやすいボトムとなってですね。でそうした中で、このユニクロのレディースのボトムに関してはシルエット的にはテーパードっていう裾にかけてつぼまることもなくズドンと下に落ちたシルエットが今のシルエットとしてはかなりかっこよく描けているポイントとなっております。で長さなんですが、僕はウエスト28インチで購入したんですけども、28って結構僕はレディースとかメンズもそうなんですけど、ウエストにジャストサイズで履けるイメージなんですが、このボトムに関しては拳は1個はもちろんのこと、なんなら2つ拳が入るぐらい結構ね緩やかなんですよね。多分表記が間違ってるぐらいの感じがあるんですけども、かなり余裕があるよと。裾上げもねできるボトムなんですが、今腰ぐらいで履くとこんな感じで靴にワンクッションガツンと溜まるぐらいのサイズ感ですね。まあこれぐらいのサイズ感の方が好きだぜって方もいらっしゃるとは思うんですけども、先日ねリール動画であれだけバズったんで、ちょっとここまでダボつかせるのは勇気がいるなっていうか、ちょっとこうだらしなく見えちゃうなって方が7割型8割型だとは思うので、その時は股髪がね深いので結構上げても筋的にはね影響なく上げることができるので、これぐらい上げたことによってほんのりワンクッション溜まるぐらいのサイズ感で履くことができます。いいですよね。特に好きなのがこの横から見た時のシルエットでマジで綺麗なんだよね。なおかつ素材的にも厚くなく薄すぎることもなく、なんかちょっと柔らかく肌触りもいいコットン100の素材なので、皆さんにねおすすめできるなと思って動画を回しています。これがね例えば7000円6000円だったら困っちゃうよというところなんですけども、じゃあユニクロ U とかのデニムでよくある4990円か実質5000円かと、5000円も厳しいんだよなって方、なんとその5000円も下回ります。なんと価格3990円です。安い、安すぎる。これは実質4000円。1000円札2枚が2つ分。4000円。その表現何初めてと言ってますけども。しかもね、今の僕がね、トップスに着用してるような、L 付きのね、トップスとか、今のメンズがかっこよく着用しているトップスとの相性が抜群なのが、そう、グレーのね、こちらのユニクロのデニムなので、気持ち僕もウエストを上げてワンクッション溜めてはいるものの、ややちょっと気持ち長いなという印象なんで、理想は1センチか2センチ、裾上げすると理想のサイズ感かなとは正直思います。なんですが非常にたくさんの方におすすめできるボトムなんで、よかったらぜひチェックしてみてください。で、あとはこのデニムが格好さより発揮するところで言うと、はい、ということでこんな感じでね、タックインすると21になるサイズ感なので、上半身が短く足が長いように見えるような着こなし方もできるので挑戦してみてください。なんですが僕の夏のタックインコーディネートがこちら、さらにはこちらとですね、あんまりデニムでタックインしてないんですよ。なんでかっていうと、デニムのタックインってちょっとおじさんっぽいというか、ちょっとオタクファッションとかでさ、文化祭の出し物とかでチェックでバンダナ巻いてメガネやってデニムでタックインしてみたいな、リュックサックやってウェイウェイウェイみたいなあるじゃないですか。その時のパンツはそうデニムなんだよね。からなんかサイズがよく見えて個人的には好きな合わせ方なんですけども、はい、ということでもしタックインしたい場合はトレンド感がしっかりあることと同時に、ちょっとこうジェンダーレスな今でシアーシャツっていうこう透かしてるシャツとかがかなり人気なんですけども、そういうシアーシャツを上に着て、でなおかつおじさん見えしてしまうことがデニムタックインで怖いことなので、あとはザ・オタクファッションの格好に見えてしまうことも怖いことなので、その2つのコーディネートで絶対的にしない上かなり開けて着用するとか、あとアクセサリーとかをしっかりつけるとか、メンズっぽくないバッグをあえてメンズのコーディネートに入れてみるとかすると、デニムのタックインコーディネートでもかなりね足を長く見せた上で格好コーディネートを組めるので、ぜひ参考にしてみてください。ただシアーシャツを
とさらにここ上大胆に開けてっていう感じで結構はだけすぎな感じもするので、ちょうどいいところで言うとシアーシャツを下にタンクトップ着て一番上まで締めるとかいう着こなし方だと肩とバランスよく着用できるのかなというふうに思います。というよりここからですね、こちらのグレーデニムを使ったコーディネートをいろいろ見てもらいましょう。それがこちらでございます。ね、非常にいいし、この動画の8割を占めてると思うんですけども、インディゴもね、おすすめなので、入っていきたいと思います。はい、ということで、インディゴもね、かなりいい感じですよね。しかもなんか同じサイズなのに、インディゴの方が、長さがね、そこまで際立ってない印象なので、本当に裾上げめんどくせえぜと。で、現時点普段同じ身長で、ほぼ同じ体重なんだぜ、から見てるぜって方、サイズ大きすぎないのがお好みだったら、インディゴを裾上げなしで買うのも、かなりありな選択肢なんじゃないかなというふうに思います。で、相変わらずね、シルエットも綺麗で、まさかユニクロで買ったと思えないような、非常に綺麗なシルエットでめちゃくちゃおすすめです。正直こういうねはだけたシアーのオープンカラーシャツとカジュアルなデニムとの相性がめちゃくちゃいいし、さらには T シャツと合わせていただいてももちろんかっこいいですし、さらには長袖のねまだまだ涼しい春の季節や秋のシーズンなどにご活用いただける非常にイケてるデニムですので、繰り返しになりますが価格は3990円というとんでもねえ値段なので、バイブスだった方は下の概要欄に載せとくのでぜひチェックしてみてください。そして合わせていたねウィムの革靴、こちらも何それと思った方下の概要欄に掲載しておきますのでぜひチェックしてみてください。身長が漏れてどんなスタイリングにも合わせられて、価格が12000円や1万円ではなく7700円に買い、とんでもない革靴ですのでぜひ下の概要欄からチェックしてみてください。久しぶりに無印良品の中の無印ラボのアイテムを夏に向けてめっちゃ買ったので、どれが良かったのか、そしてどういった点が気に入ってるのか、そして実際買いなのかどうか、それを皆さんにご紹介していきたいと思います。あとは店頭で見ただけじゃ気づきづらい良さだったりとか、あとは逆にデメリットみたいな部分もあるので、そちらをご紹介していきたいと思います。最近無印買ってる方だったりとか、しばらく無印買ってなかったけど無印の服ちょっと気になってんだという方、ぜひ今回動画参考にしてあげれば幸いでございます。はーい、ということで今ね僕がトップスに着ているシャツも実は無印ラボのアイテムで、ボタンがねほんと必要最低限の数1個2個3個で、一番上のねボタン4個目ついてるシャツで、すごいね着
着脱が簡単なシャツで、そういった雰囲気も言ってしまえばこう無印らしさがありつつ、デザインや企画やコンセプトに関しては N ハリウッドというですね、当時裏腹系というのがすごい大ブームになったんですけども、その時代に数々いろんなブランドやデザイナーさんがいたんですけども、その中でも N ハリを手掛けていた小原さんというのがもう当時めちゃくちゃ人気になったんですよ。そこからまたいろんなブランドも人気になってきて、もちろん今も継続的に N ハリと小原さん人気なんですけども、そんな言ってしまえばもう当時の裏腹系のトレンドを実際に目の当たりにしてた方からしてみれば、小原さんだけじゃないんですけど、小原さんリスペクトの30代40代50代60代からいっぱいいらっしゃるわけですよ。もちろん10代20代の方でもいらっしゃると思うんですけども、で無印良品ってシンプルな暮らしに密接な雰囲気がある、そんな無印良品に対して無地ラボというのは小原さんクリエーションのちょっとファッショナブルなトレンドも踏襲した服好きの方でも落とし込みやすいものが結構売られているのが、そう無地ラボなんですね。今では当たり前のラインではあるんですけども、ここ最近ファッション目覚めたよって方からしてみれば、無地ラボなんだっけそれっていう方もねいらっしゃると思うので、改めてちょっとね簡単にご紹介させていただきましたっていうのと、さらに説明するのであれば、性別そして体型年齢にとらわれないワードローブという、人生でも仕事でも休日でもいろんなシーンで行けるよと、どこどこのシーンだけでしか使えないよっていうことではなく、普通のオールマイティ楽しめるレーベルとなっております。で今期のアイテムに関して言うと、デザイン面というよりかは季節性をしっかり意識して、暑さ対抗涼しい、それをね分かりやすくデザイン素材感コンセプトに落とし込んでいる 24SS なんだなというふうに思わされました。なので先に言っちゃうんですが、特に夏涼しくあることが第一優先ですと。グラフィックティーでデザインがとか、薄手よりも夏の T シャツはとんでもなく厚い素材感がいいんですよねという方にはどこか向いてないのかなと。快適さ、旅行、涼しい、気持ちいい、いつでも着れる、ああ嬉しい、小原さんって感じのラインでございます。今回ね大きく分けて4種類のカテゴリーのものを買いました。まずはじめに僕がね着用しているのと同時に、ホワイトもパンツもショーツも買ったシリーズご紹介したと思います。でここでねややこしいところなんだけど、ネットだけ見ると風を通すシリーズが結構いろいろあるんですよ。でプルオーバーの風通すタイプと前秋のねシャツ、これもね風通すシリーズなんですけど、同じ色味じゃんけど素材がね結構違います。で個人的に言うと、俺はこっちの UV じゃない方の風通すシリーズの方が真夏に着るんだったらより快適に着るのはこちらです。なんですがそれによってのデメリットもあるっちゃあるので、また後ほどご紹介するんですが、個人的に好きな方はこちらですね、考え方によるんだけど。ということでこれもね結構悪くないんですよ。というのもこちら表面された糸を収縮された糸で甘く素材を作っていることによって、素材はものすごくシャリ感になるよね。ナイロンとリネンとポリを同時に感じられて、コットン感も同時に感じちゃうぐらいの非常に独特な素材感に対して、こうして見ると透け感が感じられるぐらい風通しのいい素材感になっています。っていうのと、名前にあるぐらい UV なので肌への当たりも優しいというところですね。でポリエステル 100%、 まあいわば合成作ってるので洗濯にも強いので、何度も何度も着用して汗かいたとしても洗濯にも強いっていうところが、ドメスティックブランドで高級な素材買いました、でも洗濯はなかなか慎重にやっちゃうんですっていうよりかは、非常に楽に気楽に着れるところがいいんじゃないかなというふうに思いましたっていうのと、サイズ感も非常に、いやまあこんなこと言ったらあれですけど、ムジラボって N ハリをより簡単にデザインした雰囲気がやっぱあって、それは当たり前だよね、だって小原さんがやってるわけだから。からこそ超飛び級のデザイン感はないんだけど、でもなんかこう独特なシルエットとミニタリーソースから、もしくは時にしてワークソースから得られるようなパターンとシルエットが面白いんですが、今回僕はこちらを175cm で L サイズを買っているんですが、非常にゆったりとしたサイズ感で風通しもしやすく涼しく快適に着れるアイテムとなっております。今シーズンからなのか、そちらのサイトの表がすごく分かりやすかったので拝借するんですけども、サイズがね一新したそうですね。前までは3サイズだったのが5サイズになっていて、メンズの方で普段 M とか着てる方は、よりコンパクトに着たい方は M だし、でもやっぱりちょっとゆったりと着たいなって場合は、普段 M 買ってたとしても L 選んだ方がいいぐらい で普段 L 買ってる人はもう79ギク XL 買っちゃった方がいいぐらい、男女兼用のサイズ感でした。でさらにさ、ボタンもさカチッと締めるスナップボタンなので、細かく見るとこのスナップボタンの素材感がちょっと高見えするかというと、高見えしないっちゃしないんだけれども、とはいえ無印全体におけるコンセプトを感じる
非常に楽ちんな素材感で、スニーカー動画で4つの表を出しましたけど、ダサくなりたくないという目的で楽しんでいる人、逆に挑戦したい人、おしゃれになり続けたい人がいろいろある中で、今回のムジラボに関しては着てたら絶対的に誰からもおしゃれに思われるかというと、そうじゃないじゃそうじゃないけど、とはいえ別にダサいとも思われないし、合わせ方次第だし、かつ同時に涼しさと快適さと利便性が楽しめる。ここ最近はなんか A ラブとか特にあんまりかなーなんていうふうに思ったけど、 SS に関してはすごくいいラインナップだなというふうに思いました。快適に着れますね。で、このシャツに関してはね、本当に100点満点中85点という結構高評価なんですが、パンツですよね。このね、受注生産したデニム、たくさんの方にお買い求めいただいたんですが、結構ね、また受注生産やってくださいってお声をいただくので、このベルトもなんですが、この2つの組み合わせに関してね、後日ご報告がございますので、ぜひ楽しみに待っていただけたら幸いでございます。そうした中で、こちらのデニムをセットアップに変えていきたいと思います。はい、ということで楽ちんコーディネートの完成です。まあこのまま出かけるというよりかは、もう少しねアクセサリーとかバッグとか足した方がいいとは思うんですけども、こうするだけで肌に当たる風感じますね。というのと、こういうねサンダルとかと掛け合わせて、中はもうこんな感じでタンクトップとかにしたら、すんごい快適に夏消えちゃいますね。友達に誘われてベランダでグイしようぜなんて、グイとかに誘われたらこんな感じでハッハーなんて言ってね、気持ちよさそう、良さそうですね。なのが非常に想像できるようなアイテムだなと思いました。じゃんということで、実際に出かけるとしたら白のタンクトップに変えるとか、あとは今ね僕が下につけてるようにオレンジの長めのねシルバー系のアクセサリーを足してみたり、このバッグとかがなかったらパジャマと変わんないんですよね、寝る時の見た目としては。からパジャマ見えしない小物とかを足してあげると、お出かけのシーンとしてはいいのかなと思います。パンツに関してはやや大きいのかなと思ったんだけども、ウエストに関しては、けど裾の長さに関しては 175cm で Lサイドなんでちょうどいいぐらいでしたね。マジでムジラボならではのちょっと太い緩やかなシルエットで、そこもかなり使いやすい感じでした。でパンツが7990円、ベルトループが正直ないんですよね。だからそれさっき僕がつけてたようなベルトがつけれないっていうところだったりとか、あと今どちらかというとパンツはカジュアルなテックパンツとか、カジュアルなデニムとかデニムカーゴとかリネンパンツとか、そういうのが履きたいんだよねっていう方も結構多くいらっしゃると思うので、涼しい楽以外はさほど本当に超シンプルなパンツなので、そうした中で今年わざわざいろんなかっこいいカジュアルなボトムがある中で7990円、まあ8000円を出すかどうかっていうところは、予算もし3万円とかだったら他のパンツをおすすめしちゃうかな。けどトップスに関してはそういうカジュアルな、さっき冒頭で着てた太めのデニムパンツとかと合わせられたり、いろんなねバリエーション豊かに合わせられちゃったので、金額もこちら同じく、あれ上の方が安いんだ、6990円、あーじゃあもう絶対上がおすすめ、快適に着れるのでぜひ上買ってみてください。でもっと究極に着れるパンツが、はい、ということで、このね、ショーツバージョンに関しては、金額ね、1000円しか変わんないので、あれなんですけども、6990円で L サイズなんですが、吸湿速乾にも優れていて、汗かいたらすぐね、乾かしてくれる、非常に万能な素材で、このショーツでしょ？で、しかもちょっと張り感がある素材感なんで、そもそも凹凸のある、さらっとした素材感なんで、肌への密着が少ないし、くっつかないタイプなんですけど、張り感があるから、もっとこう、風がシュンシュン入ってくる感じでね、夏暑いの苦手、でも小森とか買う予算ない、ユニクロはなんかちょっともう飽きちゃった、 GU はもっと嫌だっていう方が、じゃあ無印でこれ買うわっていう人がいても全然納得というか、おすすめ。ショーツに関してはマジ涼しいので、究極一番涼しいのこれなんだけど、そうするわけにもいかないじゃん。でこれよね、いいですね、涼しくてなんか夏が楽しみになった2着でございます。上下合わせて14000円か。この2着さえ買えば非常にバリエーションも豊かに合わせられるし、おすすめです。よかったらこちら下の概要欄にリンク載せておくのでぜひチェックしてみてください。色違いを着てみました。なんか真っ白というよりかはほんのりベージュが出されたオフホワイトのようなカラーで、これもね涼しげなカラーですね。こっちの方が好きだっていう人もいそうですね。上下白白で合わせてから難しく考える方もいらっしゃると思うんですけども、こちらの方がまあより快適に着やすいかなと思うんですが、若干風を通す素材甘く編んでるからこそ、ここ今2枚生地が重なってるんですよ。でここから1枚になるわけですけども、ここの色の乖離がねホワイトだと若干ありますね。で開けるとそこまで気にならなくなるんですね、ここが繋がってない分。なのでまあ快適性を求めて買うシャツだから締める方あんまりないと思うんですけども、この色味に関して開けて着るのがおすすめでございます。でもう一つブルーがあった気がするんだけど、ブルーはねちょっと可愛げのある女性的なカラーだったんで、今回はホワイトブラックで購入しました。で改めてこのねウィムのレザーサンダル
ルがめちゃくちゃおすすめですので、こちら下の概要欄にリンク載せておきます。ぜひチェックしてみてください。いやーみんな受験だ、考えれば分かったけど何も考えずに買ってしまったんですけど、ホワイトに関してはまだ俺が男だったからよかったよね。女の子ってもう本当にすごい綺麗なお尻のこのラインのパンツの交互のラインが見えちゃうぐらい透けてるわ、分かるよね。のでパンツはホワイトは買わないようにした方がいいですね。すごい透けてる感、親父の捨ててこんなんだったもんな、なんか家の中で履いてるやつ、休日のおじいちゃんお父さんの感じになってしまうので気をつけてみてください。続いてなんですけども、続いてのアイテムが僕は一番目的によるんですけどすごいいいなと思いました。早速聞きましょうか。というのも今から俺裸でブラックのプルオーバーのポロシャツを着るんですけど、店頭でもね俺感じたんだけど、あすごい、この今被ってる時も目の前が全部見えるぐらい、何が言いたいかというとですね、シアー感のレベルがこれマックスなんですよ。若干乳首の位置わかる、わかるよね、今こうするとわかるよね。何凹凸で分かってる今これ。というのも先ほどの風通さないシリーズの UV タイプのもの、それが変わりまして、これもねポリエステル 100% ではあるんですが、ベルトが好きなんでベルトつけたんですけども、これ何が起きてるかっていうと、縦に薄く物理的に穴が開いてるんですよね。業界の方向けの話になっちゃうんだけど、ユニクロあるじゃないですか、これ無印の動画なんですけど、ユニクロってトーレっていう大手生地メーカーと手を組んでいろいろ商品開発だったりとか生地を作って売ってるんですけども、その中でも生地ってもちろん物によるんですけども、基本的には糸を縦糸と横糸で作るんですね。で、縦糸と横糸を駆使して縦にも横にも穴が開いてて通気性がいいよねっていうドットエアっていう素材をですね、まあ権利として持ってるんですね。からこそ生地になってるけどしっかりと通気性があって涼しいみたいなのをユニクロはトーレとタッグを組んでやってるんですけども、その中でケイジンっていうまたその大きいね、分かりやすく言うと生地メーカーがあるんですね。で、そこでトーレがドットエアの権利を持っているからこそ、そこに触れない範囲の縦糸横糸の縦の部分で穴を作る、通気性を作るっていう素材を作ったんですね。で、それを実は僕らのウィムにも提案されたんです。今年はね使わなかったんですよ。来年ぐらいになんとなく考えてるものがあるんですけども、今年はねちょっと違うかなと思って使わなかったんですね。で、今年に関しては無地ラボがこのチャリ感のあって生地にも凹凸があるので肌への接着面も少なく、でなおかつ通気性も優れていて着てて涼しい、そしてポリエステル 100% だからこそもちろん洗濯もできてシワにもなりにくい。ポリエステルの中では若干ねシワになりやすい方だと思うけど、他のね素材に比べてシワになりにくい、そんなポロシャツが今回無地ラボで出ていたわけですよ。デザインとしては本当にシンプルで、さっき5サイズ展開になってるよという話をして、今回 M サイズ選んだのは袖結構長かったんですよね。で、これ L サイズだと結構長くなっちゃうのと、着丈もその分長くなるし、これぐらいサイズ感がいいかなと思って M サイズ選んだんですが、サイズ選ぶちょっと若干難しかったかなっていうふうに思うんですが、今ね僕素肌で着れて実質裸、恥ずかしい、これで外出かけて他人の前行った時にドキドキする、だからノーパンで歩いてるからな、究極それぐらい結構太いパンツ、今ウィムのねタイツイートギャバワイトスラックスを履いてるんですけども、その太いパンツを超えてさらにここから風が入ってくる仕様なんで、まあ涼しいよね。しかもスリットがね結構深めに入ってるから、ここからもギュンよね。タックインスタイルとかさ、暑いからやだよという方でもボタン全部開けていただければ結構ね涼しくタックインスタイルができちゃうアイテムとなっております。で、なんでこっちの方が好きなのかっていうと、確かに使用用途的な話だと思うんですけども、こっちの方はちょっと休日のお父様感のあるような感じなんで、そのデザインどうなのって思う方もいらっしゃると思うんですが、マジで真夏って超暑いじゃん、その時に着たら快適になれるんじゃないかとか思いましたね。なんだ夜とか寒く感じるぐらい、きっと真夏の夜とか、それぐらい快適に着れるアイテムが今無地ラボで買えるので、結構無地ラボのアイテムとかって人気のアイテムとかは早めに完売してしまうこともあるんで、気になった方は下の概要欄に載せとくのでぜひチェックしてみてください。はいはいはい、俺こっちのダークネイビーの方を選ぶんだったら、俺はバンドカラーとかでもないな、なんかノーカラーだね、ほぼノーカラーのこちらを選ぶかな。というのもなんかさっきの襟付きの方だと真面目な雰囲気があったので、これいいな、うん、なんなら今寒いまで歩くね。非常に快適に着れるアイテムが6990円で買えるので、ぜひチェックしてみてください。で、おすすめのサイズはシンプルにその人のジャストサイズで買うのがおすすめかな。ブラウンの方は襟付きだとそこまで休日のお父さん感は出ないと思う。はい、着てみました。このシャツに関しても一番ボタン常に開けとくことがいいかもね。ブラウンもねブラウンで非常に落ち着いた雰囲気で着れるので、広がるからちょっと女性的なフォルムかなとは思いました。体型を隠せるようなデザインなので、そこのシルエットの好き嫌いは分かれそうかななんていうふうに思いました。いやーでもいいね、見た目じゃ伝わんないやつみんな。
こっちも若干乳首透けが照明の近くとか、あと真夏の明るいところに行くとやや乳首が透けるかもしれないんだけど、まあこうしたらわかるぐらいだから、普段こう何もしてない時に過ごす分にはいいかなと思います。ブラウンに関してもこうやって中に畳んで深い V ネックにして、こんな感じでアクセサリーを足してあげて過ごすのも悪くはないか。でも若干横から膨らみが出ちゃってね、折りたたんだ分の。なんかこれもこれで一つの着方なのかなと思いました。こうやってねアクセサリーを足して着る方法もいいと思いますし、あ、いいね。なんかこっちのタイプの方はこういう普通にシンプルにネックレスつけて合わせるスタイリングもできるので、どっちか悩んだら丸首のバンドカラーとノーカラーの中間ぐらいのやつを買うのがおすすめでございます。で、残り3種類目に4種類目なんだけど、このストライプのやつもほぼデザイン一緒なんですよ。ほぼね。なんだけど素材がよりちょっと厚手な素材感で、こちらに関しては綿ポリですね。なんでわかんないけど、ワンチャンこっちが売り上げ的に滑った時にこれが滑るということは薄すぎるから、それを補填用として作ったのかなみたいな、そんな感じがしますね。けど結果的には僕は全然好きだし、こうしたらもうこのスリットからお腹見えるぐらい、そんな感じのアイテムですね。女性とか厳しいよね。普通にキャミソールとかだけど、ブラとか着てもなんかチラーカーなやつだから、みんな多少困るのかなと思います。はい、着てみるとこんな感じでございます。さらっとしたコットン100にもないポリ100にもない両方のいいとこ取りをした感じで、スリットもね先ほどに比べてそこまで深くもなく、先ほどの清涼感ありすぎる感じを軽減したアイテムですね。こちらもこれでバランスが取れてていいんじゃないかなと思います。で、価格なんですが、これ買った理由としてはトップス一番最初に紹介したやつが6990円、7000円だよね。で、同じく2つ目に紹介したやつも6990円、7000円なんですけど、これ3990円、4000円なんですよ。3000円安いんですよ。っていうことを考えた時に十分涼しいし、風が通るかというとまあ程よくっていうぐらいなんで、最大限に今回のムジラボを楽しむぜって場合は3000プラスしててもこっちを選ぶべきかなと思います。バンドカラーの方着てみました。先ほどのものよりもちょ若干ネックがやや高めにね、首が詰まって比較されてますね。こっちに関しては襟付きの方がいいかなと思いました。値段は変わらずです。はい、そして最後こちらポリエステルの二重編みの変形組織のアイテムで、どこかねワッフル素材を包させるようなデザインで、店頭で見るとすごい厚みのある素材感なんですが、肌への接着面がさっき言ったワッフルっぽいような素材だからこそ、厚さから考えるほどの厚さはないけども、今の時期わざわざ買わなくてもすぐ夏が来るからいいのかなと思いつつ、すごく面白いちょっと N ハニらしい独特な変形パターンで、スポーツヴィンテージのアイテムとかで見られる袖から裾までずっと繋がっているドルマンスリーブの変形型っぽいようなパターンになってるんですよね。そこが袖の可動領域を増やしているところでもあって、だからってなんだすごい生きやすいとかないんですけど、 N ハニらしさと無印良品らしい、本当にそれこそムジラボルらしさがすごく詰まってるアイテムなんで面白くて買いました。で、気になっている方はチェックしてみてください。素材感はね、そこまで高級感もなければ若干ちょっと安っぽいっちゃ安っぽいので、何を求めるかかなとは思いました。皆さんこんにちは、キンジでございます。ワンちゃんザラでユニクロや GU には絶対に置かれない安くて今のトレンドがめっちゃ楽しめる薄着の方にはたまらない夏服を9着買ってきたので、なぜそれを買ったのか、なぜそれがイケてると現実的に思ったのか、それを皆さんにご紹介していきたいと思います。いやー、このさトップスも味方によれば何着てんのゲンジって感じだけど、なんか今のこのアンブロをはじめとしたスポーツユニティトレンドを楽しみたかった人からしてみれば、あ、なんかちょっとイケてるなみたいなっていう、見方を変えるとなんかちょっと、でも見方を変えるとめっちゃかっこいいじゃん。そんなアイテムたちを皆さんにご紹介していきたいと思います。サクッといきましょう。アイテムも多いのでね。ということで、まず1着目なんですが、テクスチャーニットポロ、価格なんと6590円の価格で買えるアイテムとなっております。今僕が履いてるようなテックパンツとかが非常にこうゾータウンで人気でして、このパンツだけじゃないんですけども、いろんなテック系というとちょっと定義が広すぎるけど、ミリタリー系とかワーク系のカジュアルトレンドがあった中で、そこからどんどんオークリーとか、それこそフィッシングブランドとか、あとはテック系と呼ばれるようなこうちょっと動きやすい、そしてマットな質感のシャカシャカとした素材感のアイテムとかが非常に人気な中で、こういうちょっとこうスポーツを連想させるトップスも今トレンドなんですよ。今ねアンブロとかも結構いろんなセレクトショップとコラボしてますよねっていう感じで非常に人気なんですが、ただじゃあ闇雲に、あ、わかりました、じゃあ自分
分が好きなレアルのユニフォーム着ますとか、マンチェスターシティのユニフォーム着ますとかね、チャンピオンズリーグ3-3でした。昨日、寝不足でございます。よろしくお願いいたします。着ればいいっていうことではないじゃないですかね。もちろん、それを着てるおしゃれな方々もいらっしゃるっちゃいらっしゃるんだけど、ただ、それなんて、いわば、スポーツ素材。汗をすぐに逃がしてくれるような素材感とか、動きやすいサイズ感とか、なんですよ。なんでこういう肘が隠れるぐらいのサイズ感で、でも、着丈は短いとか、首はこれぐらい空いてるとか、そういうわけじゃないんですよ。からこそ、スポーツトレンドでも、シーテックトレンドとか、いろんなカジュアルトレンドだとしても、かっこよく着れるトップスが必要なわけですね。ちょっと9点紹介するのに、この山盛り紹介していいのかって話なんですけども。で、これは、素材をですね、コットン素材でメッシュを作ってですね。なので、そういうスポーツトレンドがありながらも、日常着で着やすい素材とデザインで起こしてるからこそ、めっちゃいいじゃんと思って。で、しかも、この手のアイテムって、まあ、言ってしまうとよ。2年後とかは、多分なんかま違った価値観で、いろいろ流行り始めて、この手のアイテムが一番今年かっこいいんじゃないかなと思うんですよ。なんだ中には、未だにさ、いや、現時、まだユニフォーム感拭えないよという方もいらっしゃると思うので、結構感度の高い、流行り切らないアイテムだと思うので、そういうアイテムが今ダラで6000円台でね、買えるので、ちょっと挑戦したかったんだなーっていう方、今だったらね、まだまだお買い求めてあげるので、チェックしてみてください。この手のアイテムの着こなしのポイントで言うと、中和とかで現時言うじゃん。で、これ結構カジュアルなアイテムだから、綺麗な細身のスラックスの方がいいんじゃないか。ってなると、ちょっとそれは真反対のものを合わせすぎているので、リンクしつつ、こういうテックカーゴとか、トラックパンツとかと合わせて、でも色味はモノトーンに合わせる。っていうことと、あとは、あ、この後これから試合なのかな、もしくはフットサル帰りなのかなっていう風にならないように、フットサルをするときには絶対につけないよなっていうような小物とか、アクセサリーとか、あとはちょっと濡れ感のあるヘアセットとか、あとはジェンダーレスなレディースチックな、てかまあレディースのユニクロのバッグなんですけども、レディースのメンズらしくないバッグを心がけると、こういうね、アイテムでも休日楽しいコーディネートが出来上がるという方参考にしてみてください。そう、休日のね、楽しいコーディネートって言ったんですけど、例えばこれが初デートですみたいな。マッチングアプリで女の子と繋がりました。で、相手の好みも分かりませんの時に、どうもーみたいな感じたら、リスクは大きいので、休日とかに出かける時に着るアイテムなのかなと思います。俺はやんないんだけど、もし最大限に今を楽しみたいですって場合は、こういう横長のサングラスとかを身につけると、よりちょっと今っぽいコーディネートが出来上がるので、ぜひガツンと楽しみたいですって方はやってみてください。俺はね、ここまで振り切りたくはない。振り切ってコーディネートしてる人は好きだし、自分がしないでだけね。ということで次の購入品ご覧いただきましょう。それはこちら。はい、ということで、これまたね、ちょっと違ったトップスなんですけども、これもまた、6590円です。めちゃくちゃ安くて、凹凸のあるストライプなんですけども、そのくぼみのところが水色になっている、非常に可愛らしい。そして、なんかこう、柔らかい、結構真夏とかだとか暑そうに感じちゃうんだけども、やや中性的な雰囲気がおしゃれで購入しました。で、ビブもニットスキッパー出してるんですけども、ニットはニットでも、こっちの方が着た時のあったかさというか、暑さは結構感じる方かなと思います。なんでかっていうと、素材がモールシという画像で見せるとこんな感じの結構ケバケバとした膨らみのある糸を使ってこのトップスを作ってるんですね。なので言ってしまうと割と秋冬っぽい仕上がりなんですよ。けどそこがなんかこう半袖なのに、そしてメンズのサイズ感なのにちょっと膨らみのあるちょっとレディースライクな素材感で、この綺麗なブルーが、まあなんだろうな、これまたちょっと難しいんだけど、真夏は厳しそうだし、全員が全員めっちゃいいじゃんって言うかわかんないけど、それでもなんかこう意外性のあるねおしゃれさがあって、僕はかなり好きなので購入しました。これもね、カジュアルなボトムと合わせていきたくなるようなそんなアイテムだなと思います。でしかもこれが6590円は安いよね。ぜひ先ほどのデメリットも考慮した上で、でも雰囲気好きだなっていう方チェックしてみてください。僕は175センチで M サイズを買っています。今回のザラ購入品はほとんどが M サイズですね。まあ、結構ザラといえば割とワンサイズ上で選ぶとガッツリオーバーサイズになっちゃうことが多いので、中には俺 S サイズ175センチでこうワンサイズ下げて S サイズ選ぶことが多いので、ぜひそちらのサイズ感も参考にしてみてください。はい、続いての購入品がこちらでございます。チアーシャツなんですが、普通のシアーシャツじゃないんですよ。もちろん GU のシアーシャツとかの方が圧倒的に安いんですけど、凝ってることをやってるのは全然こっちですし、金額的に今回の購入品の中でも一番高いんですが、7990円なんですけども、7990円という価格出せるぜという方はこれ結構おすすめです。というのもラッセルという組織で、聞き流してもらっていいんですけど、カットソーとポリの不白の中間的なやつなんですよ。つまりは結構割と自由な柄が起こせるんですよね。でそこに対し結構肉厚な素材感なので、マジでインポートのブランド、なんかメゾン系のブランドが出した夏のシャツ感があるんですよ。
なんで結構沖縄のリゾート地に着ていきたいようなねアイテムですね。まあ一点ちょっとなと思うところで言うと、肩がねちょっとボコンと出てるので、そこがね日本人の中でもちょっと僕は肩幅がちょっとじゃないのかな、狭い方だとは思うんですけども、肩が落ちにくいサイズ感になってます。というのもラッセルという組織が伸びにくいんですよね。伸びにくいということは結構その形なんだ、その形に維持しやすい。パターンの影響もあるんだけど、ここら辺がやや気になるかなと思うんですが、それ以外はねめっちゃいい感じなんです。今年だけじゃなくて来年も再来年も結構着ていきたくなるような、そんなシャツでございました。こういうね太いカーテンパンと相性がいいよね。でさらにこの手のシャツってタックインシャツがかっこいいですよ。はい、でこんな感じでねタックインしたらまたちょっとね表情感変わってくるよね。結構こうセクシーなアイテムなので、この勇気がある方とかねかなり似合うんじゃないかなというふうに思います。やっぱこの柄いいよね。今回紹介してる中では7000円台と一番ね金額は高いんですけど、だらってなんかたまにいやプチプラじゃないじゃんみたいなコメントもあるし、僕もそれすごい理解できるんですけど、今回に関してはプチプラだったなというふうに思います。では続いての購入品はこちら。はい、そして続いてがですねこちら、先ほどのアイテムに似てるんですが、ニットよく見えるカットソー素材のポロシャツでございます。これもねめっちゃ好きで、サイズ感もね非常にガツンと肩落ちていて、でも着丈はそこまで長くないっていうアイテムで、かつちょっとほんのりシアー感があるアイテムで、あえて僕今肌に直接着たんですけど、乳首白 T ぐらいの透け感じゃないですか。まあまあまあエアリズムのね肌色のやつとか着た方がいいと思うし、あとはレイヤードタンクトップほど長くない純正のタンクトップとかね着ていただけたら乳首もそこまで透けないアイテムとなっております。でニットポロっぽいと思うんですけども、超ローゲージのカット素材で作っていることによって、ニット素材ほど柔らかくはないし、物によるんですけど柔らかいか柔らかくないかは、けどちょっと意外性のある素材感が非常に新鮮ですね。っていうのとちょっと柄も浮かび上がっていて、そこもね着てて楽しいところなんじゃないでしょうか。サイズ感とね素材感と色味がいいですね。めちゃくちゃおすすめでございます。で価格がなんと6590円、めちゃくちゃ安いよね。でこちらもチェックしてみてください。前だけでちょこんとタックインするのもいいですね。はい、それ続いてコットンリネンセーターですね。これはね結構好きなアイテムでかなり涼しいです。これからねどんどん暖かくなってくる中で、まあ、夏服の購入品を僕は勧めてるんですが、それでもこれ正直夏着ちゃえるんじゃないかっていうぐらい結構涼しく着用できるアイテムです。そういうのもタック編みの変形で普通だったら飛ばさないところを真ん中に飛ばしていくとどん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 編んでいることによって、今ね近づくとタンクトップの透け感が見えると思うんですけども、ほんのりシアーで楽しめるアイテムとなっております。その結果かなり、ね、通気性もあって涼しく着用できるのと同時に、ニットなんですけども首元とかさらには袖だったり裾に関してはリブオールスなくして天竺ロールっていうくるんとしたね首元にしているので、そしてワッフルのカットソーみたいな口なので、そこがね清潔感あふれる感じで見た目的にも夏に着れるアイテムとなっております。サイズ感はご覧の通りすごい短いですね、袖は長いですっていう、ちょっと春の時もザラの購入品紹介しましたけども海外っぽいサイズ感ですね。可愛くておすすめです。そして続いての購入品がこちら。はい、そして続いてがスプレーをしてるかのようなプリントをしているワッフルティーでございます。以前ねこちらの動画でこのアイテムをご紹介したと思うんですけども、それの色違いというか違うベクトルのアイテムでございます。やってることは一緒でワッフルなんですけども、ヴィンテージ感のあるトレンドを汲み取ってカットオフデザインしていて、なんか切りっぱなしの古着屋に置いてある感じの雰囲気で着用することができます。あとはサイズ感も着丈が結構短いですね、けど袖はちょっと肘にかかるぐらいの長さのオーバーサイズ提案です。前回のあの T シャツに関してはここら辺の切れてるところが僕は結構気になったんですけども、これであればマジのスプレー感があるので可愛くてお気に入りですね。し僕はこのベルトのようにオレンジがかなり好きなので、それをねコーディネートに落とし込めてるのかなり可愛くてグッドでございます。しかも価格も4390円、めちゃくちゃ安いので結構洗濯重ねたら簡単によれちゃいそうなちょっと簡易的なね作りなので、長年ずっと着ていきたいですっていうコスパを考えると結構厳しいのはあるんだけども、非常にデザイン性のあるやんちゃなアイテムでございました。こちらも下の概要欄にリンク載せておきます。そして続いてこちらの T シャツですね。洗い子をかけていて結構ねヴィンテージ風な素材感なのと、あとはこれもまたねスプレー
ぽいデザインをしていることによって、新品でトレンドのサイズ感と古着っぽいヴィンテージ風な感じが楽しめる T シャツとなっております。素材に関しては洗ったら縮んじゃいそうなぐらい結構薄いですね。薄くて気持ちいいっていうか軽くて涼しそうなんだけど、とはいえこれが洗濯したらどうなっちゃうんだろうっていう感じはあるっちゃうんだけど、価格がね4390円とかなり安いのと、デザインのね種類も結構豊富なので、まあ、ぜひチェックしてみてください。シルエットもね着丈が短くてちょっと身幅は広くて風通しのいいようなねサイズ感がいいんじゃないでしょうか。これもまた GU とか、まあ、ユニクロは UT 出してるけどなかなかいないデザインですよね。それで次のアイテムがこちら。はい、そして続いてがこちらなんですが、今回の購入品の中で一番気に入ってないというか買わなくてもよかったかなとは思ってるアイテムなんですけども、なんかソングフォーザミュートみたいに流行りの刺繍をワッペンかのようにつけた感じの雰囲気を取り入れてる、これもまたなんかこうトレンド風なアイテムで、ラフシモンズの雰囲気を取り入れた感じがね非常に今っぽくていいんじゃないでしょうか。こうラフに着ることもできるし、サックインして着用することもできるアイテムで、色味もね結構独特な色味ですね。いいですね。こちら4390円でございます。もちろん下の概要欄に全て貼ってあるのでぜひチェックしてみてください。そして次のアイテムが最後です。それがこちら。はい、ということで結構今回の購入品の中でもトップレベルに気に入ってるアイテムなんですが、ヴィンテージ感とトレンド感を、ヴィンテージ感がトレンドなので変な話ですけど昔っぽい感じもあるし今っぽい切り替えがされた非常に融合されたアイテムがかなり好きで気に入ってます。かっこいいよねこれね。ね、いいよね。というのもこれは製品染めしたやつを洗っているので、こういう切り替えの部分に白い感じのやつがね残ってるんですよね。これがいいんですよ。たまんないんです。でしかもこれが普通の T シャツですだったらここも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 出ないんですよ。そうなんです。今丸っこいね切り替えを T シャツでもそうですしパンツでもそうなんですけど結構多いんですよね。デニムで膝をこうなんかこうしたやつとかね結構多くて、そういうのを掛け算してるからこそ白っぽいところが残ることと切り替えのこの融合もねめっちゃ良くて、多分だけどっていうか絶対的にネタ元はあるしザラが初めてやったわけじゃないんだけども、とはいえこの今っぽい感じが4390円で楽しめるので結構安いですよね。タックインしてもいいと思うし、めっちゃかっけえなと思います。下の概要欄にリンク載せとくにチェックしてみてください。